中川康弘は、日本の元政治家、衆議院議員、京都府府内郡や議長長を歴任した。現在は、JA グループ、京都会長、JA 共済連経営管理委員会副会長、左利き、既婚、二男一女あり、南端市在住、京都府府内郡や議長に生まれる。父は、扇職人。三歳の頃に罹患した。 小児麻痺の影響で足が不自由であるが、そのハンディキャップを乗り越え、京都府立園部そのべ高等学校を卒業。京都市下技工士学院の一期生として入学するが、入学式の1日だけ通い中退。子供の頃は体が弱かった。高校卒業後、障害があるから良いポストにはつけない、頭で頑張ろうと思い、調理師免許を含む14、5の資格を取り、 弁当屋などの商売をする。1988年には、八木町議会議員に初当選した。1992年から2002年まで、八木町長を務めた。町長として、同和対策事業の廃止などに拉致腕を振るった、京都農業共同組合の会長も務めている。2002年、京都府知事選挙に、元民主党副代表、笹野貞子の応援を受けて、立候補するが、 山田刑事に敗北する。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に、郵政民営化法案に反対し無所属での選挙を余儀なくされた田中秀夫の資格として京都4区へ出馬し、田中をわずか156票差で破り初当選した。八木町長時代は北桑和田軍、船井軍の合併が進んでいたが、 田中が市長を務める亀岡市と八議長の合併を主張していた。2007年の第21回参議院議員、通常選挙の際には、地元選挙区の会館に、第87から89代内閣、総理大臣だった小泉純一郎を呼ぶなど、小泉を強くしたい、衆院選以来のつながりを維持していた。衆議院議員の傍ら、京都府農業共同組合中央会会長、 および、京都府信用農業共同組合連合会、全国農業共同組合連合会京都府本部、全国共済農業共同組合連合会、京都府本部の共通会長を務めている。また、貸金業や畜産業、産業廃棄物処理業なども営んでいる。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、民主党公認の北上敬老、 無所属の田中に及ばず、約74,500票の大差で落選した。2010年11月18日、中川が代表を務める政治団体自民党京都府第四選挙区支部が京都府選挙管理委員会に解散届を提出し、受理された。同党京都府連と中川は支部運営をめぐり対立し、党本部や府連は支部の解散を求めていた。 2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では京都4区から無所属で出馬して国政への帰り咲きを狙うも落選。得票率5.7%の大敗を喫し、協託金を募集された。2013年、京野再世界ブランド化事業をスタート。国際的な文化遺産を舞台に晩餐会を開く。2006年、南丹市役所などが、 中川の所有する建築物を調査したところ、登記を怠っていた事実が発覚した。中川が所有する京都府南端市内の住宅は1988年に新築したにもかかわらず17年間にわたり登記を怠っており、同じ敷地内の事務所二棟については2007年時点で未だに登記が確認できていないと指摘された。新築した 建築物については1ヶ月以内の登記申請が義務付けられており、中川の行為は不動産登記法違反に該当する。上述の南丹市内の住宅や事務所、計算棟が未登記だったため、中川はこれらの建築物に課せられる固定資産税を支払っていなかったことも合わせて明らかになった。事実とすれば、旧野議長で町長を務めている間も、野議長に対して、 固定資産税を納めていなかったことになる。2007年6月、中川は国会議事堂にて記者会見を行い、事務所については未完成の状態だったため課税対象にならなかったと自説を主張した。また、住宅については6年に父親名義から自分名義に変えたが、それ以前から固定資産税は払ってきたはずだと説明した。その上で中川は、 払うべき税金を払わなかったことは一度もないと強調した。しかし、2007年6月15日、南端市役所は中川に対し未登記建築物の固定資産税を納付するよう通知した。さらに、過去に遡り未払い分の固定資産税の徴収を検討することになった。会長を務める中川 JA 京都が JA に勤める労働組合員に対し、 農協労連なんか飯食わしてくれないぞ。組合はどうする辞めないのか、などと、組合から脱退を強要した問題で、中央労働委員会は、中川の行動を不当労働行為と認定した。ありがとうございます。